アニタムイは、香港の歌手、女優。歌謡や舞台など幅広い分野で活躍し1980年代、以降絶大な人気を誇ったスーパースターであり、現代、中国及び香港を代表する女性歌手として、今日でも敬愛されている。香港の1980年代を代表する女性歌手。28枚のアルバムと45本の映画を残す。幼少の頃より、 家計を助けるために、レストランやナイトクラブなどで歌手として活動していた。香港の新人登竜門、新州歌唱大祭の第1回大会に出場、風的季節でグランプリを受賞し18歳でデビューして、以来、トップシンガーとして、香港歌壇に君臨。各家庭に1枚ずつ、アニタムイのレコードがあると言われるほどの人気を誇った。1983年には、 第12回東京音楽祭に出場、唇を奪う前に、お披露し、アジア特別賞と TBS 賞を獲得した。日本では、ジャッキー・チェニア、チャウ・シンチー映画の共演者として知られる。シリアスからアクションまで幅広い役柄を、オールラウンドにこなすほど演技力が高く、主演、助演を問わず出演した映画は多いが、特に、コメディエンヌとしての才能は、非常に高く評価された。 ルージュにおいての彼女の演技は絶賛され、第8回香港伝英金像進む、最優秀主演女優賞、第24回金馬進む、最優秀主演女優賞など賞を総なめにした。他に、演奮で第4回の、反省演で、第17回の香港伝英金像進む、最優秀女演女優賞を受賞している。面倒見の良い人柄で、多くの人たちに敬愛されていた。 一時は、近藤正彦との恋愛関係も噂され、アニタ自身1997年頃のインタビューで、一番印象に残った恋愛に近藤との恋を挙げている。2003年9月に、宮頸がんであることをメディアを通じて発表した。治療を続けながら、病を押して芸能活動を継続し、11月には、香港コロシアムでの数日にわたるコンサートも行ったが、 ファンの願い叶わずこの年の12月30日に帰らぬ人となった。このコンサートの模様は DVD で見ることができる。実施の梅下房も子宮経癌でアニタと同じ41歳で亡くなっている。1980年代以降の香港における国民的スターの一人として芸能界のみならず多方面に交友関係を持っていたアニタの死は社会に 大きなショックを与え、各テレビ局では急遽年末年始の番組を大幅に変更し彼女の追悼番組を放送した。ラバーズ作品紹介。ありがとうございます。